こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。今日は経営のヒントプラス第549回目となります。はい、549でしょ。すごいですね先生。いやもうこれ途中ちょっとねコロナの関係で中断してたんですけど、うん、まあ、長いことやってました ね、うん、そして皆さんがねこうやって続々と質問をやっぱりくださってるのがね、うん、いや本当になんか愛されてる配信なんだなって思います。ありがとうございます。トータルで昔6000万回ぐらいダウンロードされたことあって、だから今ちょっとまた番組、うん、あの新しく昔の番組をアップデートしてるんですけども、はい、またぜひねあの聞いていただければありがたいと思いますし、はい、こうやってまた新しく番組スタートしたんで、はい、なおかつあの福田紀子さんというですね強力なですね元のねプロのアナウンサーのね、はい、ナビゲーターをですねもう本当にそのお知り合いになれて本当に幸せでございますと。はい、いつも褒めていただいて先生ありがとうございます。とんでもないです、はい、じゃあ今日の質問をいただきましたのでご紹介します。はい、私は現在サーフショップを営んでおります。他にサーフボードの輸入をし全国のサーフショップへ卸売りもしております。自分とアルバイト2名です、うんうん、今後 B2B は力を入れないつもりでいます。 B2C のサーフショップですがコロナの影響もあってサーフィン人気が上がってきて現在売上は前年よりもプラスで推移しています。そこでコロナ情勢的にも EC サイトを始めることにしました。現在制作中です。サーフィン関係のオンラインショップの売上はコロナ後売上が上がっているようですっていう情報も入っていて、はい、そして本格的に運営し数千万から1億の売上が出る EC サイトを目指しています。そのため雇用を考えています。うん、現在繁忙期のみのアルバイトスタッフ2名と自分だけでやってますが本格的に正社員として店長を雇い自分は、2から3年くらい、まあ、EC に集中したいです、うん、で弊社の現在の状況は石原先生がおっしゃっていた拡大しない雇用しないに反しているでしょうか。サーフィン用品の実店舗の小売りと EC との組み合わせで生き残りその後コロナがなくなった時に事業拡大を見ています、うん、はい、あこれ あれなんですよ。コロナになった時に僕あの神経戦略塾っていうですね新しいあのネットのコミュニティを作ってて、はい、まあ、とりあえずコロナが来たら何が起きるか分かんないからまずはあのこのビジネスの例えば維持コストを下げろとか、あ、うん、生活コストを下げてねっていう話をしてるので、多分そのつながりであの固定費を下げるっていうやつにちょっと人を雇ったり挑戦するっていうのが合ってますかっていう話なんですよね。だけどこれ面白いね。やっぱり何かが起きた時にマーケットに変化が起きるんだね。そうですね、うん、だから知らなかったでしょ。コロナでサーフボード売れてるとかって発想ないもんね。あのキャンプ用品が売れているので、うん、そのアウトドア系のものが結構流行りだしてるのかなっていうのはありますけど、うん、まあ密じゃないもんね、はい、そうですね。一人でやります。一人で風がいっぱいありますからね、うん、ですよね。で多分この方はそういうその、まあ、なんていうんですか海辺みたいなところで、うん、そのサーフィンのメッカみたいなところでショップやってるんだろうね、うん、サーフィンのマーケットってどれくらいなんだろうね。サーフィン人口ねどれくらいいらっしゃいますかね。結構少なくないよね。そうですよね、うん、ただなんとなく100人いたら1人いるかいっていう感じよね。おそらくそのなんていうんですかね今回のでやっ、うん、やってみようっていう人もいたかもしれないですよね。そのなんかそれこそコロナに密じゃないとか、そうそうそう、それからなんていうの、うん、もうずっとやめてたけど、うん、そうかサーフィンだったら OK なんだみたいな感じ で、うん、で それにサーフィン行くけどお前も来ないって言って新しいマーケットも来てるかもっていうことだよ ね、 そ う、 ね、うーん、まあ、そういう意味ではですね EC サイト作るのは非常に条件が揃ってていいよねっていうことですよね、うんうん、そうですね、うん、これサイト作るんだったら自社サイトとポータルと、はい、これどっちがいいの。どっちがいいかですよね、うん、なんか私は最初自社だけで集客するのって難しいから、うん、そういう意味ではポータルサイトのすでに集まっているお客さんに知ってもらうがいいかなって思うんですね、うんうん、だけどそれってやっぱり売上の何パーって払わなきゃいけないから
最終的には自社サイトで買ってほしいですよね。そうですよね。これだから、まあ、こういう時って皆さん当然わかると思いますけど、うん、サーフィンのショップをわーっと軒並み見て一番勝ってるところはどこなのかっていうことですよね。それからポータルサイトの中で勝ってるのはどこなのか、うん、あるいは自社サイトで勝ってるのはどこなのかっていうことでね、うん、で、おそらくねこの会社の強み、この方の強みは輸入してるっていうことなんですよ。で全国に卸してるってことでしょ、うんでその分を B2B もやんないでウェブに持ってこうっていう形なんで、うん、サーフィンショップやってる人と思えないようなちょっとだけビジネスセンスが終わりだなっていうふうに思いますね、はい。うん、で、彼が気にしてるのはさっき僕が言ったみたいに、うん、コロナの時代っていうのはコスト下げた方がいいよと、うん、でそれに対して雇用どうするかっていう話になると思うんですけど、うん、EC サイトが売れ始めれば卸をしてるってことは卸の分だけ利益が減ってますよね、はい、そこをなるべく自社サイト、うん、もしくはウェブにしてコストカットして売れるって考えればその分の人件費っていうのは出るんじゃないかと思うのね、はい、だから採用するタイミングをどこで見るかっていうのが少しでも見通しがついたら採用するみたいな形がいいかなっていうふうに思いますね。それから雇用も正社員っていうのがちょっとね気になることは気になります。あ、やっぱり正社員は気になりますか先生。だから、固定費プラス、まあ、部合みたいな形で、今はこういうふうな形なんで、サイトとかもやってるから、考えてねみたいな形で、それでも OK な方、多分ねサーフィンやってる人って好きだから、いると思う。私もそれはねスポーツ選手がみんなショップで働くんですよね、うん、それを思ったらまあ、もちろんサーフィンできる人じゃないとお客様にアドバイスできないので、うんうん、サーフィンをする前提で雇ったらいいですよね。めっちゃいや、まあ、もちろんそうですよね、うんうん、はい、サーフィンはできるよっつって波のいい時間はもうサーフィン行ってきてっつって。なるほどな。もうちょっと自由度をつけると、まあ、月曜日この人、火曜日この人とかさ、水曜日この人みたいなさ、趣味って考えるとそういう振り方まで、はい、まあ、できたりするっていうこともあったりするから。先生それだとなんかほらお給料少なすぎると食べていけないとかなっちゃうと困るなんですか。いやだからそうなっちゃうとあれですよ、周りに住んでる、はい、もう余暇を持ってる人たちで、あ、なるほど、俺昔からサーフィン屋さんの店長やってみたかったみたいなさ。すいません、ちょっと半分遊びで言ってます、はい、ブランドみたいな感じですよね、はい、なんで、まあ、それはその何ですかね、選べる相手の範疇っていうことを考えながらっていうことですけどね、うん、まあ、それくらい遊びを持ちながら、それからコストカットってことを考えながら、あと本人が安心できる人でないといけないから、うん、だからもしサイト作るにしてもどっか離れたところでやらない方がいいよね。上下でやるみたいな感じにして、うん、下を見ながら、うん、どんなのって言いながら、今こう作ってる、ああいうふうに作ってるって言いながら巻き込みながらっていうのがいいと思うんですよね、うんうん、あとはその商品ラインナップっていうことになりますけどね、はいはい、で彼が強いのは、ここの会社が強いのはやっぱり輸入っていうことが強いので、うん、この輸入もできれば一つだけじゃなくて2社とか3社とかですね、なんかそういうふうにこう強められるとすごくいいんだよね、うんうん、これどこの輸入なんだろうね。ね、いろいろメーカーさんもあるでしょうしね、多分その、サーフィンすごいのはオーストラリアとかさ、そういうとかすごく強いんですけど、はい、そういう強いメーカーを持ってれば非常に面白いっていう感じもしますね、うんうんうん、まあ、ちょっとだけ経営のヒントをするとね、はい、僕だったらサーフィン好きな人は家の中にサーフィンが持ち込まれることが好きでしょ、はい、ね、なのでそんな外とかに置かないですよね。そうそう、だから乗るボード、波に乗るボードっていうのと、うん、この乗らないボードっていうのを考えた時に、はい、すごいヴィンテージのものとか、はい、そういうもので、うん、部屋の中に飾るっていう発想のなんかボードを、うん、なんかのシリーズみたいなものを作ると、うん、全く違うそのブランドのショップになるっていう可能性がありますね。インテリアとして。そう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 。うん。うん、それと逆に言うとそういう風なやつだと、まあ、ちょっと言い方乱暴だけど壊れてるとか、
破損しているものまでもこう商品になるっていうんですか。あ、なるほど。まあ、もちろんそれはそのメンテナンスの仕方によってかっこよさを出す、それから、まあ、ちょっとその周りの大工さんとかに協力してもらいながら、あのガラスのケースの中に入れて、うん、そいつをテーブルのなんか上にするとかっていうようなとこまでやっちゃうと、うん、あのお金を取れないものまでもが商品になるみたいなことになるでしょ。そうですね、うん、そうするとかなりこうあの目立つものができるようになるから、うん、わざわざそれをこう買いに来るっていうような人まで起きるかもしれないね。うん、まあ、ヴィンテージのコレクターって絶対ね、そうそうそう、いろんな分野でありますよね、うん、でそうすると今度逆になって、自分がこれまでに使ってたボードなんだけど最近使わないんだよと、うん、でもそういう形にして部屋で飾りたいからっていうので、うん、逆にお客さんの持ってるボードを集めて加工してなんか飾るようにして持ってくみたいな、うん、販売するみたいなことになってくると、なんかそれやるだけで多分 EC と店舗が取材されるとかね、うん、テレビ出るとかさ、なんかそういう広がり方も起きるかもしれないね。そうですね、うん、でそういうブランドを1個作っちゃうと、うん、2個目3個目ってすっごい作りにくいんですよ。うーん、一番最初にやってメジャーになってしまったっていうことが作ってしまえば、うん、競争相手をすごく排除することができるから、うん、そうするとボードもすごくたくさん売れる、うん、やっぱりあそこがいいよね、うんうん、ね、だって最後もうなんか壊れちゃった後も、うん、自分の歴史として持っていけるみたいなことが起きるから楽しいかなっていう気がしますね、うん、はい、ちょっと夢が膨らみますけど、はい、コロナによってボードが売れているということからですね、こんな発想までちょっとしてしまいました。はい、はい、いかがでしたでしょうか。今日は経営のヒントプラス第549回目お届けしました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございます。